なんか燃え尽きようとしてるの俺は。動画の上げすぎでさ。気持ちが落ちてきたら散歩とかすればいいらしいね。うん、確かに散歩したらいいかもな。感傷的とはちょっと調べてみようか。なんだろうな、感傷的って。悲哀の感情に動かされやすくなる、涙もろい様、考えにふける様、センチメンタル。キノコ帝国のあれだけが俺ずっと覚えてる。クロノスタシスと知っているってやつと、だいたい夜はちょっと感傷的にふんふんみたいなやつ、あれだけ覚えてるわ。なんか俺の形、やり方の形ってなんかやっぱ人気になりづらいよね。編集しないと今人気になれないんだよね、YouTube だと。なんでかって、そもそも、見やすさを求めてる、便利さを求めてるわけじゃん。だから、もう1秒でも時間を無駄にしたくないわけ。それが顕著に表れてるのが、やっぱり、あんま俺はその自分の、なんか世界観って言葉はあんま使いたくないんだけど、動画の中の空気っていうのを悪くしたくないからっていうポリシーが新しくできて、人の名前出したくないんですよ。新しくね。動画ちょっと見返してたんですけど、俺自己分析のプロだから、あ、こういうとこを直していけばいいのかっていうのはね自己分析のプロっていうのはちょっとそれはね、つまらないギャグですけど、ちゃんとねギャグとして言ってますよ。つまらないギャグですけどね。なるべく人の名前出さない方がいいなってっていうのは思った。あと政治の話しない方がいい。政治の話でいくら俺でもつまんなかった。政治ってやっぱつまんないんだよ。政治の話は別にいいや。面白くなれない、俺は。あと、なんかすごい口が悪くなってた。多分ちょっと闇気味だからさ、やけくそになってるね。やけくそだから口も超悪いんだよ。ね。そんな悪くなるなよ、みたいな。そういう時があるからね、俺には。俺の変化も含めて楽しんでほしいものですけど、そこまでコアに俺を楽しんでくれる人がいるのかどうかわからない。多分いないと思う。いたとしても目立ちたがり屋ではね、コメントはしてくれないって。本当はコメントしてほしいんですけど、本当は聞きたいな、俺を見てる人に。羽島恭志郎の楽しみ方みたいな。でもその領域まで来てる人がいないんだよね。やっぱり俺ってただ喋ってる人で何の功績も残してないっていうか、別にそういうものできてないからやっぱみんな見てくれないんですよ。なんで人の話聞くかって毎回言ってるけど、その人が好きになる、好きになるためには違うものでやっていかなきゃいけないと。とっかかりがある。ただ喋ってるだけじゃ好きになってもらえないんですよ。その人がなんかすごい仕事がすごかったり、勉強がすごいできたり、スポーツがすごいできたり、何か惹かれる部分っていうのがなきゃダメなんだけど、俺はおしゃべりがすごいっていうね。まあおしゃべりがとことん好きだからおしゃべりを極めたいと思ってる人みたいな感じだけど、なんかむずいよね、そういうので。立ち位置的にさ、難しいなと俺は思ってるんですよね、ずっと。でも俺これ以外できないんですよね。どうしたらいいんだろうなってずっと思ってるんですよね。まあ、感傷的になってるんですけど、まあ、焦らない方がいいのかな。何がまあ正解ってわかんないな。正解って結局は結果論じゃん。だったり、失敗みたいな正解もあれば、
不正解ってわけじゃないけど、失敗みたいな成功もあれば、成功みたいな失敗もある。で、適当に言ってるだけだけど、まあ、いや、成功みたいな失敗っていうのはないと思うんです。でも、失敗を生みやすい成功っていうのはあると思うし、でも、次の成功に生かせる失敗っていうのもあると思う。ただ失敗するだけじゃダメなんで。全力で取り組んでいかなきゃいけないんだよ。やっぱり俺はその若手なのに、やっぱそのエネルギーが足りないって、でもなんか楽しくて人気になりたいなっていう究極の理論だけどさ。俺は楽しくやってるつもりなんだけど、まあつもりっていうか楽しいんだけど、あんま誰も人来てくれないよね、やっぱり。どうやったら人を来るんだろうと思ったけど、人が喋ってるところって基本的に見なくない？これも見ないんだよ。加藤純一さんはゲームをやってるから見て雑談が面白いなって思って雑談ばっか見るようになってたと思うんですけど、俺喋ってるだけなんですよね。発掘されるためにはもう俺が別に人気になって、羽島清志郎面白いよっていう第三の仮面が必要だと思うんですよね。だから他で名を売らなきゃいけないんですよ。チャンネル登録者作戦も大失敗しましたね。やっぱそうなの。よくよく考えたらチャンネル登録者報告ってそんな再生回数伸びないんですよ、別に。まあでも続けますけど、ちゃんと7000万人はまでは行きたいので続けますけど。はい、いけ。どうやったら人は見てくれるんだろうな。でもやっぱり動画を見るって俺は基本的に情報だと思ってるけどね。欲しい情報みたいな。別に面白さっていうのは誰も求めてないんだよ。その俺が面白いっていう確証がないんだ。だし、1本目の動画で俺の面白い動画を当たりを引かないと俺のこと好きになってくれないと思うんで、一生ね。またその次にその人が好きになってくれる機会。だから全力でやらなきゃいけないんだけど、それも大変なんだよな。時事問題に触れていった方がいいのかもしれないね。でも俺さ、時事問題って言うけど、俺ね、一つのことだけ喋れないの。他にも喋りたいことがいっぱいあるの。無理なのよ。性質上なんか、人気にとことんなりづらくなっちゃってるなっていう、その、誰もいない うちわ乗りみたいのをね、ずっとやってる感じになってるんで。人気にならないとコアなファンがさ、つかないんだよ。そもそも人にみんなに俺を知ってもらって、それで好きかどうかを判断してもらうためには、やっぱり人気っていうか人数っていうものは必要だと思うんだよ。人気の道っていうのはちょっと整理していきたいよな。でも結構やっぱみんなって最初から人気なんだよね。人気のやつって最初から人気な気がするんだよ。全員 YouTuber って。まあでも人との関係がないからな。コラボしとかしなきゃいけないわけでさ。俺はね、唯一の頼みの綱だったね。成瀬もいなくなっちゃったので、まあ、別に俺から好意を切ったわけじゃないけど。まあでもね、友達がいないんですよ、ネット上に。で、人が触れ合うところに行かなきゃいけないと思うんだよな、やっぱり。あと、あんま笑いの話とかしてたら恥ずかしいね。でもなんか笑いの話が恥ずかしいとかじゃなくて、なんかふにゃふにゃで喋ってて、適当な感じがするのがちょっと嫌だなって思うんですよ。でもしょうがないんですよ。ふにゃふにゃで喋りたい時しかだったんで、本当はもっときっぱり話していかなきゃいけないと思うんだけど、大変だな、なんか。趣味でやったらどこまでも趣味だもんな、やっぱりゲーム実況だって。でもゲーム実況は結局こういうのかっこよさじゃない。
やっぱり声だよね。だ見た目がこうやって出てるうちやっぱ人気になれないよねって思ったけど。で、デブで人気なやつってあれだね。京一郎さんくらいしかいないよね。むずいな、人気にならな。でもやり続けるしかないな、やっぱり。でもぶっちゃけ生放送をすることってのがやっぱ大事だと思うんですよね、俺は。生放送はなんか向いてるっていうか、数字は伸びるよね、明らかに。絶対俺がただ喋ってる動画とは全然違うもん、数字の伸びが。生放送になった途端みんな来るもん。すごいちょっとムカつく、露骨すぎて。で、生放送って嘘つくのもありだよね。生放送アーカイブみたいな感じで。これから俺嘘をついて、だってアーカイブだもんね。別に変わんないよね。もう嘘をつくしかないかもしれない。数字はやっぱり興味を引くものがなきゃダメなんだよな。でもチャンネル登録者数の増え方ってやっぱ信頼だと思うんだよな。まあ、数字のでかさとかラファエルさん、やっぱその何本も何十本もさ、その人のツボにはまるような動画をやんないとやっぱチャンネル登録者数って増えないわけで。あと今チャンネル登録した方がいい感じのあれでやった方がいいのかもしれないな。どうなんだろう。プレゼント登録っていうかね、プレゼント企画ってあんましちゃいけないんでしょ。もうめんどくさいね。キラーカメもあるけどね。あれ、キラーカメは別にさ、キラーカメみたいなことをすればいいのかもね。面白ければさ。物申すってもうちょっと古いよな。俺はそう思ってるんで。動画の長さが致命的なんだよな、やっぱり。俺も長い動画見ないもんな。だ、面白いって言い続けるのありかもな、やっぱり。アルティメットおもろ雑談っていうのをさ。むずいね、人気になるのって。
ぱ脳で喋っちゃうな。夜別にちっちゃい声で喋るんだったら、脳みその中でね、頭の中で喋った方がいいよねって思っちゃって、黙り込んでた。ていうか、もう俺が有名になるための作戦会議っていうか、乞食始めましたっていうのも面白いかもしれない。ちょっと乞食のやり方やってみるわ。ちょっとどうやったら乞食ができるかっていうのをね。むずいな。YouTube むずすぎんな。有名になるまでのスパンってやっぱちゃんとなんかさ、作戦を立てれば早いんだろうけどさ、なんだドミネートって。英語でわかんないんですけど。すげえ、カナンさんのやつで300ドルも開けてる人がいるんだ。ノートっていうのを始めるのもありだよな。よく言うさ、ノート。手軽にお金を稼げる。あ、まあお金を稼ぐっていうわけじゃないんだろうけど。むずいな。シバターのタイトルパクってみようか。シバターはどうやって物申す系動画を。救いたいシリーズとかやればいいか、別に。
すごい。変な顔でやるみたいな。すごいよな、柴田さん。やっぱり柴田さん、すごい嫌なやつだけど、そこまでヒールになりきれるってやっぱすげえな。俺できねえもん。水溜りボンドでブロックされてる可能性あるの YouTube で。バイミーじゃなくて普通にコメントしていこうかな。古いな。どういうやり方がやっぱいいんだろうな。急激に伸びてるやつらを調べなきゃな、やっぱり。でもやっぱ専門家なんだよな。専門特化するのが今やっぱ伸びてるでしょ。ガードマンだってしっかり過激系を貫いてるから、グングニルなわけよ。いかにグングニルであるかっていうのが、今の YouTube では大切になっていく。でも、キッズチャンネルになるか。まあ、寿司ラーメンリクは相変わらず。ジュキパッパ。それか、桃太郎をめちゃくちゃ面白くしてみたいなこと言って、クソつまんないこと言ってやろうかな。もなんで桃太郎なんだ。すごいな。やっぱ考えないと絶対人気にはなれないと思う。オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。あ、これやっぱ動画大量に上げてんだ。2週間前に凄まじいほど上げてんな。もう時効だろうみたいなノリでもとんでもないこと上げてんだ。すごいな。なんで YouTube でブツブツ文句を言う。何にでも手出してみんな面白そうだな。今流行ってんのなんだ。
きついな。行ってどうすりゃいいかね。マジで面白いよ、すんごく面白いよ、すんごくすんごく面白いよ、すんごくすんごく面白いよ。時間が経ってから有名になってる人って誰かいるかな。でも加藤純一さんとかそうだよな。結局そこそこの人気を保つってたけど別に生計を立てられてないからな。8年くらいね、あの人だって8、7、6、7年、わかんない、7年くらい。加藤純一さんのそういうのでも6、7年やんなきゃいけないんだ。俺は別にスタイル変えてるっていう体だから、俺は3年やったことにはならないんで。っていうね。いや、まあ、ならないっていうか、やっぱそっからでしょ、換算は。やり続けるのは。常に変わってってるからさ。まあ、変わるのは良くないことなんだろうね。最初のやり方でずっといけば伸びてたかもしれないけど、やっぱその度その度に変わるから。でもいいと思うな。でもいいよ、しょうがないよな。人気になるのむずいわ。腰痛いし、バカ腰痛いよ。頭悪い。腰痛い、腰痛い。本当に痛い。痛い、体痛い。腹筋がすごい痛い。筋トレ痛、筋肉痛が。まだ。まあ別にいいかな。また動画撮っていこうかな。すごいスパンで動画撮り続けたらいいかな。一日月30本以上ノルマ決めてみようかな。もう俺はもう30本以上動画投稿したんで、10月は。なんか10月も始まりの気分だけど、全然。それかもう好きなもの喋っていくしかないかな。僕が好きなものはこちら、7つの大罪みたいな。やっぱ他のコンテンツに寄生していかなきゃダメな気がするんだよね。悪い言い方だけどさ、結局それも悪いことじゃないんだよ、やっぱり。自分一人だけでね、人気になることなんてできない、うん、本当に食べたさ、こう欲しい。寝ながら喋るか。
ちっちゃい声でブツブツ喋るんで大きな声で大きな音量で吹いてください。うん、腰痛いな、すごく痛い。散歩か、散歩きついな。そう、
んかノートを金だけくれるところとか思ってたらすごい反感買いそうだな。でも別に書きたい文がないんだよな。ちょっと鬱が進行してきてんな。もう喋ること以外、喋るのはちょっとすがってることに近いんだよな。楽しいけど。悪く言えば俺はすがってるんだよ、喋ることに。直さなきゃな、鬱。元気な鬱なんだよな、別に。元気じゃないのかもしれないけど。明らかに、散歩。日の光浴びを最近浴びてねえかな。頑張って9時まで起きなきゃな。嫌なんだよ、もうさ、ムカつくな。夜明けが遅いのよ。バカ。夜明けが遅くて腹が立つ。怖いね。ちょっと今俺のさ、住所が載ったやつが眼鏡の反射でやばいんじゃないかなと思ってさ。特定されたら嫌だな。なんでそんな特定されるの？ムカつくな。特定されたらムカつくって言っとこう。特定しろって言ってるわけじゃなくて、まあでもそんなこと言っても特定するやつするんだろうな。すごいムカつくな。なんで俺はお前らみたいなやつらになんか俺の生活を害されなきゃいけないんだよって思うけど、そこは自己管理の低さだよな。喋ること本当ないな。喋りきっちゃった。燃え尽きてはないけど、別に喋り欲って基本的にやっぱチャージ制だからさ、溜めて放つみたいなもんなんで、本当に喋ることがないの。だって引きこもりだもん。喋ること探すために何かしなきゃな。仕事はしてくないな。散歩は楽しいけど、住所バレるしな、地名のこと言いすぎたら。ムカつくな。なんでみんないい人じゃないんだろう。みんながいい人だったらさ、住所なんか特定されないのに。でもいいや、なんかやっぱなんだろうな、幸せは難しいわ。答えはないんだろうな、別に。幸せなんて時と場合によるから。でも笑ってることとか幸せと思い込むことだったり思うこともまあそれは幸せじゃないんだろうけど、本物じゃないんだろうけど、でも心が楽にはなるかもしれない。いつもこの問題で俺は病むんだよ。未来のことを考えるのは辛いな。確かに失敗した人間って基本的に死んじゃうから出てこないよね。それが失敗、成功の中に失敗ってものがあって、なんか今成功してますけどみたいな感じでいるけどさ。でもその人は一度失敗してるわけで。でも立ち上がってきたっていうやつだからね。きついな。ただただ時間だけを経過したくないんだよ。このままじゃ無職で死ぬもん。俺の名を世界に轟かせてから死にたいな、やっぱり。って思ったり思わなかったりするんだよな。やっぱ理想の立ち位置は面白い人たちに面白いって思ってもらえて、コアなファンがいて、その人たちからお金をもらう。アイデアを練っていこうな。
俺はただひたすら喋っているだけで俺は好きなんだけどな。作業用ってつけるのはどう？作業用ってつけるだけでちょっとなんか変わらない？変わらないかな。作業用、羽島清志郎の雑談みたいな。それいいな。作業用ってつけるだけでも違うかもしれない。まあほんと気休めなんだろうけどね。そもそも1時間見ようとするからいけない。流し聞き程度で俺の動画を聞いてもらえればいいんだよ。そのみんなの気持ちのハードルを下げるって作業は必要なのかもね。ちょっとこれから作業用ってつけてみる。というか今つけます。はい。ノートで金を欲しい。チャンネル登録者はね、減りませんね。ムカつきますね。ここまで来たらちょっと減ってほしいんですけど。ちょっと長い動画に作業用というタイトルをつけてみたいと思います。これで変わるのか変わらないのか。まあ変わらないでしょうけど、やっぱその気持ちのハードル下げるっていうのが大事だと思うんですよ。やっぱりこの30分を超える動画っていうのをみんなに見てもらえるのはすごく大変だと思うんですよ。だからこれに作業用って言葉を付け加えるだけで、俺はちょっとでもみんなのその気持ちをね、作業用かっこ、あーでも読本ってつけたいけどやめるか。作業用、なんで作業用って話になりますけど、俺はこれから作業用ってものをつけていこうかなと思います。ちょっとこれだけでも俺は変わるっていうね、その盲信ですけど、もうあがきですよね、完全に。いろんなことを試してきて、本当に早くね、でも早く人気になるやつは早く落ちていくんだよな。難しいな、本当に、YouTube って。俺のやり方がちょっとベリーハードにしてるだけだと思うんですけど。ノーズファイヤー読本。まだしょ、読音をちょっとやめようかな。読音、独り言だから別にいいのか。冷えピタ読音、おもろいの、読音って。ちょっと今めちゃくちゃお腹空いてるんですけど。作業用。これからは、デフォルトに作業用ってつけようかな。ああ、お腹が喋ることはないなーとか、独り言言いながら撮る動画が楽しい。作業用ということでね。いや、別にその気持ちのハードルの下げ方って、これで下がってるかは分からないんですけど、俺は、盲信ですよ。なんかもう、わらをもすがる思いで。作戦よくみんな思いつかぶよな。作戦っていうか、もう全体的な戦略というか、そういうやつ。でもなんか動画見られてはいるんだよね、別に。ゼロじゃないんだよ。過去28日間で650。まあ何かは見てくれてる、みんなに。まあその何かっていうのは多分俺のね、やつじゃないと思うんだけど。まあいいや。デフォルト設定にすると最初の初期のあれがなくなっちゃうから。てかもう生放送で喋るってのも結局ありなのかもしれないな。生放送のアーカイブってだけでなぜか視聴回数が22回とかになったりするんですよ。すごくない？それって。だからもうちょっとこれからはそのめんどくさいから全部、あ、でも楽だしね、生放送は。まあ、いいよ、別に。ダメだったらダメでいいし。切り替えていこうかな。やっぱ生放送だけで明らかに再生回数が高いんですよ。生放送でやっていこうかな。
別に変わんないしね、やること。それ前も言ってたけど、ちょっと頑張ってやってみるわ。俺はやっぱ生放送が強いと思うんですよ、俺はね。今日もこんなに喋っちゃったな。腰が痛いんでもう寝ます。1時50分か。喋るかもな、まだ全然。じゃあね。